タミさん、おはようございます。今回の動画もありがとうございます。アテインコーポレーションがね、まるで復活したかのような、そんな電話でエイダを集め始めている、そんなね、インチキ集団がいるみたいですね。困ったもんですね。でもこれね、あり得ることなんですよ。アテインコーポレーションですよとか言ってね、この時期ですから暗号通貨エイダ値上がりしてますよねと。復元フレーズ覚えてますかと。ちゃんとエイダの方ね、ダイダロスの方に保管してますかっていうふうなことを聞き取りながら、そういえばエイダっての買った覚えがあるけど、あれからどうしてるかなみたいなことをね、言っちゃうんですよ。そしたらこちらの方で手続きしますよって感じで、いろんな情報を聞いて、そのままエイダも持ってかれちゃうみたいなことがね、実際ありますんでね。私の耳にも結構入ってますんで、怖いですよ。やっぱりせっかくのチャンス、せっかくの掴んだそういったカルダネイダの可能性をね、こんなことで失ってしまうとかね、非常に悲しい思いがしますし、悔しくてもぶつけるところもないし、警察も消費者庁も動けないですからね、こんなのね。まあ、ですんで、暗号通貨の最大のリスクっていうのは、こうやってね、盗難にあってもどうしようもないということです。実際暗号通貨って、ログが追っかけていけるっていう、そういう話がありますけども、じゃあそれをどうやってやるのかってことは、今のところ多くの方がね、自由に扱えるところにはありません。ですんでね、そういうところに時間を割ける方もなかなかいないと思いますんで、まあ、私みたいな、ね、暇な人間だったら別ですけども、多くの方は日々のこともやりながらプラスで暗号通貨なんで、盗難のログを拾おうと思ってもなかなかね、たどり着けないんですよね。まあ、だから防災に勝るものはないかなと思います。防災、要するに防衛ですよね。一番最初の入り口で泥棒を入れなければいいんですよ。泥棒を台所まで招いて、そこでね、なんか取られちゃったって言っても、それはなんか遅い話になっちゃいますから、だからもう一切入れないとかね、アテインコーポレーションを名乗ったらもう電話出ないとか、っていうかそもそも電話出ちゃダメですよ、最初から。どんなとこからも、そら電話出る時代じゃないですからね。まあメールとか、そういったものですかね、 Facebook などを通じた SNS ダイレクトメッセージとかで対応すればいいんじゃないかなと思いますよね。まあ、あとはやっぱり確かめることですよ。こんな話が来たんだけど本当かねみたいな、で情報を共有していきましょう。そういうふうな形で進めていって、資産をね、しっかりと自分のものにしていただきたいと思います。じゃあ以上です。ナミさん、またよろしくお願いします。